演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、マクドナルド3種類のご飯バーガーを食べたいと思います。で、これちょっと前にリクエストいただいてて、で自分も気になってるんですけど、なかなか行く時間が取れなくて、なんとかようやく行くことができました。多分これがベーコンチーズバーガー、こちらがチキンクリスプバーガー。ちょっとこれだけ重量感あったんですよね。それだけチキンが重いってことなの。で、これが照り焼きバーガーですね。では、おそらく一番シンプルであろう、まあ、これ勝手に思ってるだけなんで違ったらマクドナルドごめんなさい、こちらのベーコンレタスバーガーからいただきたいと思います。どんな感じなんだろう。こんな感じ、横から見ると本当にベーコンがはみ出ていて、こんな感じだそうですね。では、いただきます。はい、次は照り焼きいきますね。お醤油にお醤油みたいな感じになってるけど、ではいただきます。ラストはこの一番重量感があるチキンクリスプ。わあ、ちょっと形崩れてる崩れてる。わあ、もうこれ以上悲劇にならないうちにいただきます。ごちそうさまでした。まず共通のご飯部分についてなのですが、ちょっと硬いのかなと思ったらかなりふっくらとしていて、焼きおにぎりなら香ばしさあるのかなと思ったら、ちょっとそれはなかったですね。ただもっちりしていて美味しいお米でした。なのでとても好みでしたね。弾力あるお米って好きなんですよ。で、これを下地に置いた上で各味を言っていくと、まずベーコンレタスバーガーはベーコンとチーズの旨味がしっかり口の中に広がっていたんですが、ちょっとマヨネーズは多分からしか何か入ってるんですよね。で、自分はからしが得意でないので、ちょっとからしの味でちょっとチーズとかの味がどこかに行ってしまった部分があったのがちょっと残念でしたね。この辺好みが分かれるとは思うんですが、ちょっと自分にはからしが強かったのでこちらの点数とさせていただきます。で、チキンバーガーについても同様にマヨネーズの部分のからしが結構強かったですね。なのでこちらもちょっと自分とは合わなかったかなという部分があります。チキンの部分はサクサクしていた、この肉厚な旨味が口の中でぶわっと広がって美味しかったので、ちょっと次もし当たるものだったらマヨネーズの部分抜いてもらおうかなと思いました。本当に好みなんですけど、自分はこちらの点数にさせていただきます。で、今回一番気に入ったのは照り焼きバーガーですね。で、醤油醤油醤油で全部醤油になるんじゃないかなと思ったんですけど、照り焼き部分のソースに多分レモンか何かの酸味が入っていて、そのハンバーガーの部分だけはしっかりと違った味を出していましたね。さっぱりとした味わうことができて美味しかったです。上下の醤油とはまた違った意表を突かれた感じがありましたので、こちらの点数とさせていただきます。やっぱり変化ってつけてますね。ほんと美味しい。とマヨネーズの部分でちょっと好みが分かれてしまいましたが、また新シリーズが出たら食べてみたい商品だと思いました。それでは、短い音、ブラックホール現る。短い夜は全て終わってしまうのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。リクエストいただき本当にありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。またリクエストくださいね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。